です。はい、ザ・シーツのそうです。ありがとうございます。はい、今回ですね、うん、こちらラーメンイエロー新宿御苑前店ということで、はいはい、ね、御徒町に続き3号店が3号店そうなんですよ、オープンしました。新潟の店でしたっけ。そうなんですよね、はい、基本的には新宿御苑前駅か四谷三丁目駅でして、うん、その通り御徒町2号店で、旧ラーメン二郎高田馬場の店員さんがいるということでちょっと話題になったということでね、あれ2人で行きましたよね。そうですね、懐かしい、御徒町を、御徒町でね、ということで基本メニューはですね、ラーメンの小中大と、うん、小豚中豚大豚追加券、はあ、ということでちょっとシンプルですね。券売機がこう外にあるんでね、うん、じっくり選べるんですよ、はあ、これが僕は好き。まあ混み具合とかにもよるけども、まあ、はい、そうね、ギューッと見てで、今回麺 300g の中豚をこう選択しているわけでございますね、はあ、着丼していきましょう。でこちら、うん、ラーメンの中豚の、うちは1100円ということでダイナミックな値段になっておりますが、全部マシマシできます。で小と中の値段が同じでして、うん、小よりも小さい 150g の麺少なめの同量券なので中がまあお得ですよと、ということでございます、じゃあ豚からいってみましょうか。こちらね、いい腕肉ですよね、まあ程よい柔らかなんですね、うん、でこれね、赤身の部分が非常に多いんで、まあ、はいはい、しつこくなく楽しめるというのがこの御苑の特徴ですね。多いですもんね、豚も。あ、そうで、これ油なんですけど、うん、まあ御徒町店結構ね油膜多かったじゃないですか。あ、確かに、はい、全然違うんで、もう本当に味付け油の、野菜がこんもり乗っている感じでして、まあ野菜と一気に食べると非常にすっきりと食べられるというのが御苑の特徴でございます、うんうん、ね、御苑とかも略してるんですけど、御苑前、まあまあそれはもうよくあることなんです、御苑結構シャキなんで、ね、はい、マシマシ度としてもこれ油断したらやられちゃうんで、こう一気にいきますけども、はいはい、本気出して食ってますこれね、清掃火山と同じ形でしたねあれね、はい、昭和新山とかの方、いや清掃火山、清掃火山の方か、なるほど、ちょっとね、そのあたりには火山情報がちょっとなかったんで、はい、あれですけども、スープはね、非乳化なんだけどコクがあるよという、なんだろうな、下からこう湧き上がってくるようなね、湧き上がってくる、味の話ですね。そう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 、味の話です。決して火山の話ではなく味が湧き上がってくるような、湧き上がってくる、こみ上げてくるような強さを持っているね。そして麺はね、ストレート麺のややちょっとこうザラつきのある、まあ、食べ応えのあるですね、丸太ストレート麺でして、小麦の味をこうすごくダイレクトに味わうことができるような風味でございます、うん、さあそしてね、いつも通りニンニクを、かけてかけてかけていきますけども、これね、うん、ちょっと違うんですよ。あら、何が違うって、香りがね非常に強いんですね。普通のニンニクとも違う。違う、もう、なんていうの、っていうね、非常に、いや、でもニンニクはニンニクでしょ。いやいやいや、こう揚げた時のこう込み上げ方が違う。あ、そう、これがラーメンイエロー新宿御苑前店の特徴だという、ばかりのニンニクのなんか香りが良かったんですよね。これが香り高いと、そこにね、まあ思いっきり胡椒をつけてニンニクの匂いをなんか消していくようなことを、いや消してはない、消してはないか、さらにこうプラスしていくような感じですけども、アクセントはご飯質かもしれないとはいえね、うん、コクのある非乳化スープなので、はいはい、ね、そんなことになったらこうですよ。あ、すごい、もう簡易しちゃいますよ。簡易ですね、これは。またレンゲがイエローで、レンゲがイエローなんですよね、はい、ちょっとおしゃれですね、その辺が、中華ったようまでマシマシのレベルとしては88.5ということで、非常に大きかったですね。で、シアタープラッツあるじゃないですか、このすぐ近くにあるキングオブコントの予選会場にもなるシアター、やっぱ賞レースが終わってこれみんな行けるよっていう告知をしたかったんだけど、はい、ね、今回キングオブコント、はい、六本木のシアターになってしまったということで ね、残念、皆さん芸人へ向けたメッセージいいんですよ、別に、だからそれに合わせてね配信できるかなと思ったんだけど、あ、M1 は、すいません、 M1 はシアターモリエルです。あ、 M1 モリエル、はい、皆さんご期待ください。ラーメンイエロー大混雑するんじゃないですか、ね、まあまあ、あんまこれ言うのもあれなんですけど、はい、ジロー行くんじゃないですか、そうなるといやいや、反対側に帰る人たちは、うん、ね、四ツ谷側使う人たちは、わかんないですけど、ということでね、シンプルにジローあるからいや、芸人にもおすすめ、そう、新宿にもね、ジロー系がまた一つできたということでね、まあまあまあ、はいはい、皆さんぜひ行ってみてください、はい、おさんです、はい、
Thank you.